はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、今回はですね、エクスコキュートス新滅戦の新武器評価ということでやってまいりました。こちらの方なんですけれども、まあ、キングメインで持ったら強えんじゃねっていう風に思ってたんですが、最終上限解放の奥義の追加効果とかが、それをより堅固にするとんでもないパワーを誇っている武器となっておりました。はい。メイン装備時の効果もめちゃくちゃ強いし、かなり魅力的ですね。ということで見ていきましょう。まず奥義効果なんだけれども、自分とランダムな味方一体の TA 率アップ、これはもともと情報で出てたんだけど、最終上限解放することで自分が通常攻撃1回ごとランタゲ2ヒットっていうのがつくようになりました。まあ、これによってマジでキングのメイン装備時みたいな動き方をしやすくなりましたね。攻撃大幅アップつけてぶん殴るみたいな動き、めちゃくちゃ攻撃回数が多くなってるんだけども、さらにそこから余ダメ上昇がついてるっていうような感じになってるね。第2スキルがブレイク状態の敵がいるとき通常攻撃ターゲットに関わらず4回水属性ダメージっていうことで、まあ、アビリティダメージで追加ダメが発生するんだけど、そこにも余ダメ上昇が乗るし、ダメ上限アップも乗るので、まあ、めちゃくちゃ強いっていうような感じになってるね。 EX 個人の効果量も特大スキルレベル15とプラス 20% なので、パワーに溢れた武器となっております。注意点としましては、この余ダメージ上昇の効果なんだけど、ワムデュスナイダリアと同じ枠です。今回の編成、クリ確定編成になってんだけど、ワム槍1本ですね。ワム槍1本で、余ダメージが8万になってるよね。うん。余ダメアップ枠って最大10万なんだけど、まあ、この武器をメインに据えるってなると、ワム槍はちょっと数考えなきゃいけない。どうするか悩むなっていうようなところっすね。まあ、ワム槍に関しては正直、そんなにこう、パワーがもともと高い武器じゃない。クリ率 20% プラス、まあ、余ダメ5万。余ダメ5万は強えけど、みたいな感じになってたんで、まあ、1本削る、みたいな動き方も全然あるかなっていうような感じっすね。はい。で、まあ、一応覚醒もう一個の方が、HP と鉱人ついてますね。まあ、これもこれでなんかワンチャン使えるんじゃねえかな、ワムオの編成に、とか思ってるんで、ちょっと触れればな、とか思ってる。うん。で、銃のタイプはそんなに強くなかったね。まあ、ソルジャーはそんなに使う感じじゃないかも。っていうのは正直思ったかな。はい。ということで、実際にちょっとアビリティダメージどんぐらい出るのか試してみましょうか。で、まあ、大門誤算の霧、この誤算の霧を使って強襲をつける動きがやっぱり強いと思います。それ以外で言うと、通常攻撃時に、4回水属性ダメージが発生するので、シャトラで再行動をつけることによって、キングが2回アビダメを発生させられるっていうところは、やっぱ魅力的な部分かな。うん、ほな、行ってみまーす。で、まあ、ここら辺でデバフかけてみて、一回さ、奥義のターン数見てみようか。うん、まず一回これで奥義打って、まあ、多神人を、キング採用型でも、多神人を入れる価値はあるかなっていうのは思ってる。うん。多神人を入れることによって、まあ、初手から奥義を打って、あ、次1ターンですね。TA 率アップの効果は1ターンになってるので、となると、やっぱり動き方としては、そうだね。まあ、やっぱシャトラ組み合わせる方が、綺麗めに動けそうな感じがするな。週末で虚偽と砂術をオフにして、週末で虚偽と砂術をオフにして、これで動いたらどうなるか、うん、ちょっと浴びだめの様子に行きます。はい。これで、まあ、普通に振るおうとしてみようか。まあ、大体こんな感じになると。ちょっと多神人オフにさせて。多神人オフで、これでちょっと通常攻撃のご様子を見させていただきましょう。2ターン目にこれで奥義打つんじゃないかな。通常攻撃ズボボン。通常攻撃ズボボン。うん。そうだね。これで奥義を使用可能になるので、シャトラとの組み合わせはやっぱ強そうかな。2ターン目にここで奥義打つじゃん。2ターン目にここで奥義打って、ランタゲにヒット効果つけつつ、通常攻撃をすると。うん、で、その後に、攻撃大幅アップした状態
で、うまい具合に最高度をぶちかませるので、この状況だよね。これでランタゲにヒット、攻撃大幅アップ、追撃モリモリパンチャー、ドカーン！ズボボン、ズボボン、ズボボン。ズボボン、ズボボン、ズボボン、みたいな。動きができるかっていうところかな、うん。なるほどね。でも結構パワー出ますね。アビリティダメージはだいたいどんぐらい ?211 万。1ターンで400万出るって考えたら、シャトラ採用で。うん、割と悪くない感じするな。まあ、ただ俺、アビリティ用ダメージアップに関しては、ナイトオブアイス1本突っ込んでるんで、いやでもパワー出ますね。5ターンで今ので 1.7 億でしょ、うん、結構綺麗に動けるなって感じはしますけど。ほう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 。なるほどね。まあ、奥義効果でさらに追加効果が発生したことによって、キングでメインで持つっていう動き方は全然悪くない。まあ、ありな感じもするし、メイン装備時効果っていうことなので、まあ、例えばだけど、これハウンドドッグでチェンジ編成ですよね。うん。ハウンドドッグにして、このまんま後ろにチェンジしてあげれば、まあ、主人公こそいないものの、うん。ん?主人公こそいないものの、他のキャラクター、まあ、余ダメージアップ系と、まあ、例えばだけど、このポセイドンとかね。このあたりをこう、余ダメアップだけを出しながら動ける。みたいな動き方もできるかな。うん、そういうのもありだね。まあ、それ以外にも、キングで、まあ、またキングになるんだけど、キングでマントゥードゥルアを採用して、そのまんま表に出さないっていう。お帰りいただくっていうパターンもある。うん。マントゥ・ドゥ・ルアで、お帰りいただく。で、例えばだけど、そういう動き方をする場合は、あれだね。よいしょ。そういう動き方をする場合は、まあ、例えば、ハーゼリーラとかは、攻撃回数が多いですよね。1アビが敵に5回水属性ダメージ。これ2回ぶちかますんで、そこら辺考えると、まあ、攻撃回数多いので、余ダメアップが生きる、みたいな動き方もあるかな。うん。ハーゼリーラに関しては最終上限解放も控えてるので、まあ、ワンチャンそのあたりの、多段アビリティダメージ要因みたいな動き方もワンチャン期待できるかなっていうようなところっす。はい。で、まあ、キャラクターとしてはやっぱシャトラが強いね。まあ、なんか、効果時間が1ターン、奥義効果のね、効果が1ターンだったんで、そこら辺考えると、まあ、やっぱり、シャトラを うまい具合に噛ませてあげた方が、まあ、効率よく望んだように動けるのかなっていうような感じはしたね。うん。まあ、アニラを入れておくと追撃とかもつくし面白いかな。まあ、ポセイドンは自由枠っていうところですけど、はい。まあ、なんか思った以上に使いやすい武器だったので、まあ、ちょっとこれからさらにより深掘りしていきたいなというふうに思います。はい。そんな感じでした。参考になれば幸いでございます。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。